こんにちは、ショーイ、どうも、ヤマモモです。今日はですね、チラ見えしているこちらのイケアの購入品たちをご紹介いたします。よいしょー、よいしょー、いっぱい買ってきたよー。というか、出そう、並びよう。トイレ、ケー、人権。はい、こんな感じで買ってまいりました。イエイ。でね、今回は一人暮らしのね、ワンルーム 1K ぐらいのお家でも全然置くスペースのあるような、そしてね、新生活に向けて食器を揃えたり、キッチン用品揃えたり、トイレ用品やら洗濯物用品やら、そういうのをね、 IKEA でお安く揃えられるので買ってまいりました。まず IKEA 安くて可愛い、一つご紹介していきたいと思います。この板が唯一ね、でかいやつはこれだけ買ってきました。これは何かと言いますと、なんかキッチンワゴンみたいな感じのやつです。開けてみましょう。中にはね、こんな感じの網の引き出しみたいなのが3つと、このね、コロコロが入ってます。何て言うんだっけ、キャスターか、キャスターが入っております。そしてまあこんな感じでね、支えみたいなのが入ってます。枠組みかな。そしたらこのキャスターをこのね、下につけていきます。カチッとはめ込むタイプやね。はいはいはい、はい、1段目こんな感じ。はい、こんな感じでね、3段はまりました。おお、ちょうどいいサイズ。162cm の私で腰より低いぐらいの高さかな。高さはこんな感じです。でまあここにね、買ってきた食材とか、なんかレトルト系とか置けるかなと思って、まあでもキッチンに置く場所はもうないので、冷蔵庫の横にでも置いておこうかなと思います。お次はこちら。こちらはまな板でございます。2枚入りで179円でした。で、薄っぺらいけど、こうね、切った後の材料をこう鍋にこう丸めて入れれるタイプのまな板でございます。お次はこちら。こちらね、グラスが6個入りでなんと149円でした。カフェとかでよく見るようなサイズ。なんせ6個入って149円というお安さやったら、これはね、1個あるととても便利なんじゃないでしょうか。お次はこちらと、こちらと、こちら。友達とかとパーティーするときにあったらいいかなっていうような感じの、こういう深いスープとか入れれそうなお皿と、スプーン、ナイフ、フォークが入っているものと、この平たいお皿でございます。これなんと耐熱でございます。電子レンジ OK ですって書いてありました。これまあね、1セットずつぐらいあったらね、便利じゃないかなと思います。お次はこちら、保存容器でございます。これもなんとね、レンチンいけちゃうみたいです。深さはこんな感じです。で、大きさはこんなもんです。こんな感じです。これはね、1個なんと99円だったので、3個入っとって99円ね。ここなんかちょっと穴が開いてるような仕様になっております。そしてお次はこちら、ハンドタオルです。キッチンとかにね、吊るしておくのにいいかなと思って買ってきました。10枚入って399円でした。こんな感じの正方形っていう感じのものかな。でもここにね、吊るしとけるやつがついてるのでね、めちゃめちゃ楽ちん。なんかこんな分厚いのがなんかついてる。サイズはね、 30×30cm でございます。お次はこちら。これはあれ、中途半端に空いてるポテチとかをこうね、パチンとしておけるやつです。私はお米とかこれ使って挟んでます。輪ゴムでわざわざこう止めなあかんやつも、これでパチンってしといたらいいだけなので、本当に楽ちんです。お次はこちら、なんかちょっとした花瓶みたいな感じのやつ。こちらも買ってまいりました。いい匂いするやつです。これはね、トイレに置こうと思って買ってきました。ラズベリーとストロベリーの絵が描いたこちらをね、ちょっと開けていこうと思います。はい、こんな感じです。ちょうどいいサイズだよね。あー、いい匂い。これをね、ちょっとトイレに置いておきます。お次はこちら、トイレブラシです。これもね、安かったのよね。私ね、今100均のトイレブラシを使ってるんやけど、どうもね、ちっちゃいし、ちょっとふにゃふにゃしてるし、使いにくいなって思ってて、そんな矢先ね、こちらを見つけてしまいました。結構しっかりゴシゴシできるやつ、たわしっぽいやつでございます。
った。めちゃめちゃ良くないこれ。めちゃめちゃ良くない。お次はこちら。2個買ってまいりました。これはね、こんな感じの引っ掛けるやつです。引っ掛けるやつって。もっと言い方ないんかって。こういう系はね、何でもかんでも引っ掛けられるし、なんかちょっと入れておくのにもいいかなと思って買ってきました。普通にお風呂場とかでも使えるし、キッチンとかコスメ収納の横とかにも全然ね置いとって使えると思うので、使い方はもうほんまにたくさんあると思います。安かったのでね、2個買ってきました。お次はこちら。お風呂とかキッチンのところで使えるよね。私はキッチンのところで使おうと思って買ってきました。両方ともしっかりね水気を落とせるような仕様になっております。そしてね、この吸盤タイプのやつなので、賃貸の方ね、壁を傷つけることなくつけれるので、めちゃめちゃいいよねこのタイプ。こうやって貼っつけとけれるのでね、深さもねあるのと浅めのやつとかもういろいろ使い分けれると思うので、めちゃめちゃいいなと思いました。あ、いい感じやん。これいい感じやん。ここ調味料とかも入れれるんじゃない。これえ、めっちゃ良くないこれ。いいよ。お次はこちら。これ私何入れようと思って買ってきたんだっけ。あ、そうや、洗剤です。洗剤をね入れようと思って買ってきたのよ。この前のねコストコの購入品紹介で、あの詰め替えタイプの食器洗剤を買ってきてたと思うんやけど、それをちょうど詰め替えるのにねいいサイズだなと思って買ってきました。ちょっとなんかガラスっぽい感じです。そしてね、先ほど紹介したここにいい感じにはまるなと思って、これ組み合わせても使えるなと思って買っちゃいました。お次はこちら。これはね、洗濯物干すときに使うピンチハンガーってやつですね。これのね紺色をずっと使ってたんやけど、あれ使ったかな、3年ぐらい前に買ったんやけど、もうねボロボロになってしまいまして、だから今回新しいのを買ってきました。タコさんモチーフでーす。8本かける2個ずつついてるので合計16個干すところがついてます。前のやつがねほんまに3年ぐらい持ったので、結構ねお値段の割に優秀だなと思っております。しかもなんせ可愛い、なんせ IKEA さんは可愛い。お次はこちらです。はい、こんな感じ。これをまあこういうところとかにね引っ掛けれておしゃれかなと思って買ってきました。案外引っ掛けるところはねちっちゃいから、このサイズに合ったところに引っ掛けないといけません。お次はこちら。椅子の足の裏とかにねつけるなんか保護シートみたいなやつです。柔らかいタイプのフローリングの方ね、ほんまにこういうの敷いといた方がいい。一人暮らしの方ね、1年2年住んだらね冷蔵庫の跡がついてたりするからね、柔らかいフローリングに傷とか跡をつけたくない方はねこういうの買っておくべきだと思います。大きいのが4つとちっちゃいのが16個入っておりました。使い分けれるしね、これ何個か買っておいたらめちゃめちゃいいと思います。お次はこちら。電源タップ6個口が2本入ってて999円でした。そしてね長さは 1.5 メートルです。よく見る延長コードってねこう折り曲げたりできるやん、あの電源プラグのところがね。だけどこれはねこう曲げたりできない一方向一方向やからね、まあ、ちょっと刺す場所は考えないといけないかなっていう感じです。お次はこちら。時計。これはねカチカチっていう音がしない滑らかにこう針が回っていくタイプの時計です。必要なのは単三電池が1つ別売りです。単三電池を入れましょう。はい、こんな感じです。うるさくないでしょ、滑らかに回っていく感じ。白はこんな感じで引っ掛けれるようになっております。次はこちら。鏡でございます。はい、こんな感じで鏡ができました。こっちはなんかアップになるやつで、こっちは通常の鏡です。そしたらお次はこちら。ベッドカバーを買ってきました。これ私が行ったね、その神戸の店舗だけかもしらへんのやけど、セールになってて、このシーツのサイズがダブルのサイズやったのよ。ダブルのサイズやったから、なんかあれかな、ダブルの方がシングルより売れ行きは悪いんかな。やから安かったんかわからへんのやけど、ダブルのね、サイズが安くなってたので、もう可愛いから買っちゃいました。残すところあと
2品となりました。それではまずはこちらから。こちらは組み立てるとこんな感じになるやつです。ちょっとした台みたいな、キッチンに置こうかなと思って買った台でございます。はい、できました。こんな感じでね、2段とかにしたい場合このね長いネジを使うみたいなので、今回はね使いません。それではお次で最後のお品です。最後はこちら、取っ手みたいな感じです。賃貸やったらねネジとかの穴は開けれないので、木の板とかスノコとかを買ってきてそこにね貼っつけて、だからキッチンとかにうまいことを置こうかなってちょっと考えております。これの使い道はまたねなんか DIY みたいな感じで動画出したいなと思ってるので楽しみにしておいてください。キッチン大改造計画を私は計画しているんだ。はい、というわけで全ての商品のご紹介が終わりました。イエ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 イ。トータルこんだけ買って7,000〜8,000円なので、新生活をね始めようと思ってる方、 IKEA はね本当に安くて可愛いものがいっぱいあるので本当に本当におすすめです。気になった商品がありましたらぜひぜひチェックしてみてください。今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録待ってます。よろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。When you're next to me.